相手とね比べて何か足りないと思ったとしても全てにおいて足りないわけではないので凹む必要はないわけなんですよ。はい、今日はですねあなたを不幸にする7つの考え方ということについて、お話したいと思います。で早速ね1個目なんですけども、1つ目は足りないところばかり見るということです。まあ、足りないところばかりに目が行くっていうことですね。目が行くでも考えるでも何でもいいんですけれども、仕事でもプライベートでもやっぱりこう自分の中の理想像ってみんなあると思うんですね。あなた自身もこう仕事をしていく中でもっとこうなったらいいのにとか、あとプライベートでね彼氏彼女とかの付き合いの中で私もっとイライラしなければいいのにとか、なんか理想的な状態ってあると思うんですけれど、逆にこの時にこうなりたいっていう方向に目が行けばいいんですけれど、それはね成長につながれるからねいいんですけれど、大半の人はどうしても成長とは真逆の方向のここがダメなんだ私はっていう方向ばっか見ちゃうんですよ。でそれをするとですね、やっぱり日々自分の不足感をとね不足感とこうにらめっこすることになっちゃうんで、あなた自身幸せを感じにくくなってしまいます。なので1個目のね、悪い考え方よりねクリアにできたらいいなという考え方の1個目は、足りないところばかりに目が行くということです。あなたを不幸にする7つの考え方の2つ目です。これはね人と比べちゃうっていう話ですね。で人と比べるっていうことはさっき言った通りプラマイゼロからこう成長とかしていくプロセスの上では大事なんですけれども、その成長の方向にベクトルがあなたがもしね今向いてないとすると、人と比べて幸せになることはほぼないです。なんでかっていうと私は何かの技術、例えばデザインのスキルでもライティングのスキルでも動画でも何でもいいんですけど、コンサルティングとかでもね、でそのスキルを身につける上でこうなりたい、だから私はそれが上手な人と比較してね、この部分がまだまだ未熟足りてないんだなっていうプラス方面の見方だったらいいんですけど、大半の人はこの比較をね、自分は他の人は普通で自分はその人たち比べて足りないっていう、さっきの足りないと同じなんですけども、その自分の内面だけで足りないじゃなくて、こう視野に入るいろんな人と比べて自分はまたさらに足りないって考えちゃうんですね。でこの考え方するといつまでたってもなんか自分の周りは優秀な人ばっかってなっちゃうんですけど、実体験はね、皆さん感情的にそうかもしれないですけど、実際の事実真実の方で考えてもらうと、あなたがそんなに全ての分野で劣ってるか、その分野で事実その相手とね比べて何か足りないと思ったとしても、全てにおいて足りないわけではないので、いちいちそこでへこむ必要はないわけなんですよ、実態からすると。だけどもその自分とね、その目の前の誰かとか、例えばテレビに映る誰かとか、あとは有名な誰か、まあ経営者だってよくね知らない経営者さん、会ったこともない経営者と比べて、俺だったらね例えば、孫さんと比べてうちはまだまだ未熟だとかやって自分の卑下しちゃうんですよね。でそうするとそこの卑下したことを回復するのにエネルギーも使っちゃうんで、やっぱりここはね結局不幸にずっと居続けるようなことになっちゃうので、他人とね比べるっていう考え方は、基本的には良くない。なので、他人と比べることをやめた方がいいんじゃないかなというので、2つ目これ挙げさせていただきました。であなたを不幸にする7つの考え方の3つ目なんですけども、これはね誰かが自分を幸せにしてくれるという考え方です。でこれはね自分が今まで相談を受けた人の中でも、例えば何かのフォロワーサポーターのサイドにいる人がよく起きる考え方なんですけれども、例えば会社であれば社長とそれに、サポートフォローする社員がいるわけじゃないですか。で、家であれば例えば旦那さんが稼いでくる、そしたらサポートフォローする主婦の私がいるってなるんですけれど、そういう時に大半の人はそこにいたらその自分をね引っ張ってくれる誰かが自分を幸せにしてくれるって思うんですよ。だからリーダーっていうのはあくまで仕事だったり家庭のリーダーでしかないはずなのに、自分の幸せのリードまで任せちゃうから、そうすると結局自分の幸せって誰がリードしてんのって言ったら、実は誰もリードしてないんですよ。当たり前ですよね。あなたの幸せを担保してくれる人はどこにも社会、見たっていないんですよ、基本的には。だけどこう自分はね誰かが幸せにしてくれるんだっていう考え方を持ってしまうと、結構こう結果ね幸せに誰もしてくれないっていうのが事実なんで苦しんじゃうんですね。だから結婚する時とかに例えば、私を幸せにしてって思っちゃう人とか、俺をね、君が幸せにしてくれって思っちゃう人もいるんですけど、そうなると結局自分のことをね相手はそんなに幸せにしたいと思ってくれてるわけではないので、なんていうんですか、できればしたいと思ってますけれど、それを私の幸せより優先しますって思ってる人は大半いないんですよ。でそれを思ってるのは親が子供に思うことぐらいですよね。だから基本的に大人の社会になって対等な関係値になってくると、基本的には他人にどれだけ幸せをね任せたとしても、その夢願望がね叶えてもらえることは一生起こらないので、
そうではなく、自分がちゃんと自分の幸せをリードするっていう、まあね、まああなたの幸せのリーダーはあなたなので、そこをちゃんと外さないようにしなきゃいけないよという話です。あなたを不幸にする7つの考え方の4つ目なんですけれども、これね、挑戦より失敗を恐れるということです。で、挑戦するの怖いですよね。で、失敗するのも怖いですよね。どっちも怖い。にもかかわらず、挑戦よりも失敗の方がでかいって考えちゃうんですよ。で、挑戦って常に挑むことなのでね、普段できることですよ。皆さんね、自転車乗れるんだったら、自転車を今日この動画見終わった後乗るっていうのは全然挑戦じゃないですよね。でもじゃあこれからですよ、免許を初めて取りますと。で、免許取って初めて運転するとき、これ挑戦じゃないですか。失敗怖いですよね。車をぶつけちゃうんじゃないかとか、まあ、はたまた人を引いちゃうんじゃないかとかね、いろんなこと考えちゃうと思うんですけれども、それを言っていたらいつまでたってもできるようにならないんですよ。これは人生においても同じで、結局ね、自転車とか自動車の運転もそうなんですけども、皆さん自分の人生をね、自分で運転しなきゃいけないんですよ。で、人生自体をね、一個の旅行だと例えれば、その時の乗り物だったりどこに行くかとか、それって結局あなたがね、自分で決めていかなきゃいけないんですけど、それをもし自分でできないってすると、じゃあこの旅路誰が決めてくれるんだろうってなっちゃうじゃないですか。だからこの挑戦より失敗を恐れるっていう考え方を持ってしまうと、あまりいい結果にはたどり着かないと。はい、ではね、あなたを不幸にする7つの考え方の5つ目です。で、5つ目は何かっていうと、完璧じゃないといけないと思っているということです。で、大半の人がね、まあこれかつての自分もそうなんですけど、何でもかんでもやるからには完璧じゃなきゃいけないと思ってるんですけど、人生でね、結局完璧なことってそんなにねないんですよ。で、その瞬間その瞬間は、よし今のサーブ完璧とかね、よし今の、ピッチスピーチ完璧とか思ったり、あ、この作品完璧、このデザイン完璧って思う時あるんですけど、結局振り返って1ヶ月後、例えば成長した自分がそれをね見返したり確認してみると、全然完璧じゃねえってなるんですよ。これだからね、あなた自身が成長してたら、すでにあなたの完璧っていうのはもう担保されないので、だからあなたがね、その完璧っていうのを作って、もしそれ以降成長しなかったのであれば、それは完璧だったんですけど、あなたも私も多分今後ね、まあこういう学習動画見てるからそうなと思うんですけど、成長していくじゃないですか。なんか私たちがどれだけ完璧を求めても、完璧はね成立しないんですよ。だけども、完璧じゃなきゃダメって思ってたら、完璧は素晴らしいって思うのはいいんですよ。これちょっとニュアンス違うんですけど、まあ、説明すると、完璧は素晴らしいって思うのは、なんか完璧に作れること自体をプラスと考えてるんですけど、それがマストではないんですよね。で、完璧じゃなきゃいけないと思ってるっていうのは、もうその完璧が、まあ、プラマイゼロ点になってるんですよ。完璧以外のものは受け入れないってなっちゃってるから、なんかそうすると、うちら、どんだけ頑張ってもね、ほぼ一生完璧にはたどり着かないので、そしたら一生がずっと0点、プラマイ0点ずっとなってるんですよね。下手したらマイナス点しかつかないんですよ。減点方式だから。まあ、そうじゃなくて、完璧になれたらいいけれども、どうやって完璧になるかをこれから勉強しようっていう、そういうね、考え方だったら、幸せには近づけるんですけど、まあ今日はね、不幸にする考え方っていう話なので、完璧じゃなきゃいけないと思ってるっていう考え方がもしあるんだとしたら、それをね、なるべく早く向き合って解消しなきゃいけないねっていうことです。あなたを不幸にする7つの考え方の6つ目ですね。6つ目は、辛いことの先にしか幸せはないと、考えているっていうことですね。まあ、確かにね、よく自己啓発で辛いっていう感じにね、皆さん辛いって漢字書けます？で、横棒1本足すと何になります？幸せってなるんですよ。っていう、こう自己啓発のトークよくあるんですけど、辛いことの先にしか幸せなことがないっていう発想はあまりなくて、で、自己啓発でね、例えば今苦しいんです、でもこの先行ったら頑張れるかもしれない、何かあるかもしれないっていう人に、例えば、あ、じゃあもうちょい一歩踏ん張って頑張ってみようっていう時には、確かに辛いことの先には、幸せが待ってるよっていう話ができるんですけど、もう一方の、まあ、自己啓発とかスピとかね、カウンセリングっていろんなルートがあるので、他の、幸せのね、教え方の定義だと、今あなたが何を持ってなかったとしても、例えば、今あなた両手両足いくらで売ります？私にいくらです？私お金いくらでも払いますけど、あなた両手両足いくらで売ってくれますって言った時、あなたいくらで売ります？これ100億だったら売りますか？でも両手両足なくなるんですよ。まあ要は芋虫みたいな状態になるわけですよ。じゃあそれが嫌だなってなったら、あなたはすでに100億円持ってるじゃないですか。100億円の価値のある自分でいることがすでにできているのに、なぜそこに目をやれないんですかって言って、だから今あることに十分な感謝をして、そこに幸せが本当あるんですよっていうアプローチの幸せの話し方もあるんですよ。ってなったら、辛いことの先にしか幸せはないって発想はないんですよね。それは条件ではないです。確かに辛いことを乗り越えてね、
まあ、正しい努力限定ですよ。正しい努力で辛いことを乗り越えた先にはあなたは幸せになれる確率っていうのはすごい上がるんですけれど、それだけがルートではないので、まあお互いですよね。今あるものに感謝さえできれば実はそれだけ幸せって感じられたりするので、あの辛いことに先にしか幸せはないっていう、まあ、間違った考え方は、まあ、ここでね止められたらいいんじゃないかなと思います。あなたを不幸にする7つの考え方の最後ですね。これね、あのない人にとっては本当に不思議だなって思っちゃうと思うんですけれども、結構な人が持っている考え方です。で、幸せになっちゃいけないと思ってるって人がいるんですよね。で、これ見てくれてるね、あなたどうですかね。幸せになってはいけないと思っている。なんか、幸せって、なんか特別な人、特別な努力をした人、特別な生まれの人、特別な嫌がらの人、もともと生まれつきそうだったみたいな、そういうことをね、考えてしまう人って結構いたりするんですよ。でも実際はそんなことはなくて、家柄だとか過去とか、基本的には全て物事関係ないんですよね。で、人間の体って基本的に、まあ、例えばね、物理的に考えてもらったら分かるんですけど、呼吸した時に皆さん何吸います？酸素吸います。吐きます。何吐きます？二酸化炭素吐きます。酸素いいんですよね。アウトが二酸化炭素ですよ。 O2 が入って CO2 が出てきます。 C はどこから出てきたんでしょうかって考えたら、 C はあなたの体なんですよね。だから常日頃人間って自分の体を崩してるんですよ。だって体からどんどん C 抜けてってるじゃないですか。いつでも生まれ変わるんですけど、なんかこの瞬間自分もこの動画喋ってる時に、まあ、1秒前の自分と今の自分と、もう喋ってるそばからさっきの自分とってどんどん変わっていくんですよね。で、これはね、考え方もそうだし、体も物理的にそうだし、だって物理的に器が変わるんだから中身変わっていくのもね、おのずとわかるじゃないですか。まあだからね、魂とか心とか体とかね、いろんな考え方ありますけど、でも服だってそうですよ。服もこうやって着てる間に、例えば服って着てる間にどんどんほつれたりとかってあるじゃないですか。あるいは服だって何年かしたらどんどんこうね、積み重ねていった劣化分がいつか穴が開いたりとかあるじゃないですか。まあこっちちょっとマイナスの話になっちゃいますけど、だからいつまでも同じものが同じ状態で保たれてるってことは、人間生きてる世界の中ではほぼほぼ起こり得ないことなので、だから今日この瞬間から幸せになれるっていう話もあるんですよ。過去までは確かに幸せになる資格はない人間だったとしてもですよ、まあ、そう思ってたとしてもね、この瞬間以降は別にどっちでもいいっていう話なんですよ。でも大半の人はね、なかなかそうは信じられないってなると思うので、まあ、全然いいですよ。過去ね、ここまでなんかいろんな紆余曲折があって、まあ、今この時点ではね、私は幸せはふさわしくないと思ってしまってたとしても、一旦は理解しておいてほしいのは、あなたがこれまでどんな人生を生きていたとしても、これ以降の瞬間に対しての制限は何も存在しないっていうことなんですよね。まあ、7つね、結構早口で喋っちゃいましたけど、一個一個結構重要な話なので、まあ、もし1回でね理解できなかったら、もう1回初めからね、ぜひ聞いていただければと思います。で、もしね、それでも分かんないところとかがあったら、全然コメント欄とか LINE アットのメッセージにいただければ、それについてもね、また後日動画か何かで補足したいなと思いますので、はい、ぜひね、今日の動画が良かったと思ったら、YouTube の登録だったり、いいねのマークだったりいただけたらと思います。はい、ぜひね、このあなたを不幸にする7つの考え方ですけど、これをまずなくすことであなたが成長、成果を得られるね、成功のフィールドに行けると思いますんで、ぜひこの考え方を自分の中にあるなっていうのをちゃんと見つけて、で、それをなんとか誤解なんで間違ってるんだよっていうのを自分自身でね、解きほどいて、で、幸せの方にね、進んでいっていただけたらと思います。まあ、今日はね、ちょっとこんなところで終えたいと思いますので、最後までご視聴いただきありがとうございました。